食生活指針、食生活指針、食生活指針、ダイエタリー、ガイドラインズとは、どのように食生活を組み立てればいいのかを示した指針である。食生活指針は、栄養士のような専門家でなくても活用できるように策定されている。1980年頃から、糖尿病などの生活習慣病や、癌や、心臓病などの主要な死因に関係する病気と、 食生活とのつがりが科学的にはっきりしてきたため、そのような病気を予防することも主な目的である。1945年昭和20年8月15日の食生活指針は戦争当時の食糧難を切り抜けることを目的としている。主食には玄米が推奨され、雑穀や野草など食料になるものについて言及されている。戦後、 厚生省はアメリカの援助を得て栄養改善運動を進めおかずの多い欧米風の食生活を普及させたがその結果生活習慣病の増加の兆候が見られるようになったため1983年昭和58年に農林水産省が日本型食生活を提唱1985年昭和60年厚生省は 健康づくりのための食生活指針を策定する。指針の一部を抜粋する。カルシウムの摂取源として、乳製品、骨ごと食べられる魚、海藻が挙げられている。また、QOL の向上を指針に入れていることも特徴的だとされる。ただ、1日30試食品を目標にという指針は、実行が難しく過食になりやすいという意見があった。1990年。 厚生労働省によって多目的広報と研究が開始される。2000年平成12年3月厚生省、農林水産省、文部省が共同で食生活指針を策定する。指針の一部を抜粋する。これには抽象的で実効性が乏しいという意見がある。また2000年平成12年3月の改定で1日30食品を 目標にという指針は削除された。2000年、平成12年3月31日厚生省は、健康日本21、21世紀における国民健康づくり運動10か年計画で始める。アメリカのヘルシーピープルなどをモデルとしている。食生活についての具体的な目標も含まれることになった。2005年、平成17年、厚生労働省と、 農林水産省が共同で食事バランスガイドを策定する。食生活指針を実践に移すための食事の目安をイラストで示したものである。2006年、平成18年2月、厚生労働省は妊産婦のための食生活指針と妊産婦のための食事バランスガイドを策定する。食事を十分に摂取することや、有害な水銀の蓄積が多い大型魚を 食べ過ぎないようにするという注意がある。2016年に食生活指針は改定された。変更は細部である。2003年、世界保健機関、フーと国連食糧農業機関、FAO は、食事、栄養と生活習慣病の予防を報告している。これは、主に肥満、苦型糖尿病、心臓病、癌、歯科疾患。 骨粗鬆症と食事との関連についての調査である。砂糖業界によるロビー活動は目新しいものではないが、このガイドラインに対しても砂糖を10%未満にするという記述を撤回するよう圧力があった。秘伝プンタ糖類を含む食物繊維は毎日 25g 以上で、その良い,い摂取源は全粒穀物、野菜、果物となる。 食物繊維の摂取は、肥満、二型糖尿病、心臓病のリスクを下げると考えられている。有利糖類は、砂糖などの二糖類、単糖類、蜂蜜、シロップ、および果汁を含む。ファーストフードや、ジャンクフードや、砂糖の多いソフトドリンクは、肥満に関連し、脂肪や、砂糖の多い加工食品の傾向がある。ビタミン D とカルシウムが骨粗小症のリスクを下げる。 2014年、肥満と虫ムでのシステマティックレビューをもとに、砂糖を5%以下にすることで、さらに利益があるという、砂糖のガイドラインの案を策定した。2015年には、フート国際がん研究機関は、ハムなど加工肉を、e アーク発芽性リスクのグループ I、発芽性ガールに、赤新肉、牛豚羊マヤやぎを 2A、おそらく発芽性ガールに追加し、 1997年に4500以上の研究をもとに食べ物、栄養とがん予防が報告された。日本ではがん予防14箇剰、タバコの制限を加えてがん予防15箇剰として紹介された。2007年11月1日、世界がん研究基金とアメリカがん、研究協会によって7000以上の研究を根拠に食べ物、栄養、 運動とがん予防が報告されている。タバコの煙もがんの主因であると強調している。また、タバコとアルコールは相乗作用で発がん物質となる。1950年代、米国農務省が食品の消費状況を調査した結果、栄養所要量を満たしていないことが分かり食生活の指針を作成した。4グループに分けられた食品からなる。グループは、 牛乳、肉のグループ、魚、豆、ナッツ、2サービング以上、6温水以上、野菜と、果物、パンシリアル、全粒粉、栄養強化されたものの4つである。1968年7月、低所得層の上が、社会問題になり、栄養と所要量に関する上院特別委員会の議長に、ジョージ・マクガバンが任命され、これは、マクガバン委員会とも呼ばれる。 1969年、マクガバミン委員会は病気と食生活に関する調査を開始し、食品、栄養と健康についてのホワイトハウス会議、ホワイトハウスコンファレンスオンフード、ヌートリションヘルスを開く。1970年代アメリカ心臓協会は、脂質を全カロリーの35%以下、飽和脂肪酸を10%以下に、 コレステロールを 300mg 以下にすることを推奨した。1977年2月、マクガバン委員会はこの年までに何度も公聴会を開き、そのまとめを、米国の食事目標、ダイエタリーゴールズフォーザ・ユナイテッド・ステイツとして報告する。これは、マクガバン報告、マクガバンレポートとも呼ばれる。報告には、ハーバード大学公衆衛生大学院の 栄養学の教授であるマーク・ヘグステッドも関わっている。ヘグステッドは全国栄養協会の会長でもあった10代市員のうち6つの病気が食生活に大きく関連することが分かり、栄養の問題は栄養不足だけではなくなった。そして病気にならないための食生活の目標が6つ設定された。そのために全粒穀物、果物、野菜、鶏肉、魚、 低脂肪乳を増やし、肉類、バター、卵、脂肪、砂糖、塩分を減らすことも報告した。報告は議論を巻き起こし、畜産業界と砂糖業界は抗議し、全国家畜食肉委員会は特別委員会に24人の専門家の意見を送った。研究が十分でないものがあるという意見が多かった。米国の食事目標とその補足見解。 1976年7月に死に至る病に関する食事、ダイエットリレーテッド2キラーディジーズとして開始された校長会は、二度の食肉と鶏卵の生産業界の見解を聞く校長会と疾患との関係に関したものとで、全8回の校長会が開催され、多くの業界、研究者、政府担当官の意見が寄せられ、資料としても残された。 1977年12月、米国の食事目標を第2版として改定版が出された。目標に、肥満にならないように消費カロリー分しかエネルギーを摂取しないようにするが追加され、また変更点は以下であった。その後、科学研究を通して追認されていくが大部分は、米国の食事目標に似たものである。以降、ハーバード大学公衆衛生大学院による、 女性看護師の統計ナーセス、ヘルススタディ、男性医療従事者の同じような統計ヘルス、プロフェッショナルズフォロー、アップ、スタディといった大規模なコホート研究が行われるようになる。1978年、アメリカ心臓協会は、米国の食事目標を支持する。1979年、アメリカ国立がん研究所は、米国の食事目標に似た意見を発表する。 ヘルシーピープル、ヘルシーピープルという健康を改善するための10、可燃計画が始まる。これは10年を区切りとして継続されていく。1980年2月、米国農務省、USDA と米国保健福祉省、HHS は、アメリカ人のための食生活指針、ダイエタリーガイドラインズ4アメリカンズとして、病気を予防するための7つの指針を発表する。 摂取を控えるという表現の代わりに、食べ過ぎないと表現を弱めたが、特に食肉業界からの抗議があった。以降、5年ごとに改定されることになる。1980年5月、全米科学アカデミーの会組織である NRC、ナショナルリサーチカウンシルは、健康的な食事を目指して、トゥアードヘルスフルダイアッツという報告で、健康であれば、脂質やコレステロールの制限は、 必要ないとして、食生活指針に反論した。しかし、報告書を作成した委員会が畜産業界から献金を受けていると批判されたので委員会の組織替えを行う。また、農務省の要職に畜産業界のロビーストが就任し、食生活指針に関する研究を閉鎖するということがあった。1982年。 アメリカ国立がん研究所から食事とがんの関連の調査を依頼されていた NRC は、食生活、栄養とがん、ダイエット、ヌートリション、アンドキャンサーという報告書で、食生活指針に似たような意見を発表する。総脂肪は、がんとの関連性が高いと考えられ、また、脂肪の比率を30%にするというのは、実行しやすい目標として示されているだけで、 さらに減らしても良いとしている。20年前には禁煙というメッセージはむしろ慎重な言葉として使われたのである。今日では事実は明白であり、言葉の選択はあまり重要でなくなった。中略不幸なことに食物と癌との関係について確実な科学的見解を述べるのはまだ不可能であると、食事の要因について根拠が十分でないという上に言及している。畜産業界は 支出の目標を30%とすることに意義を立てたが受け入れられなかった。1985年、アメリカ人のための食生活指針に反。改定委員会のメンバーの6人中5人が食品業界の関係者だったが、アメリカ心臓協会などの多くの団体による科学的な証拠があったために、食生活指針に大きな変更はなかった。 1988年から1989年まで合計4つの報告書で脂質と飽和脂肪酸の制限が優先課題であるとこれまでの食生活指針が支持される形になる。4つとは保健福祉省のセルジンゼネラル S レポートオンヌートリションヘルス1988世界保健機関のヘルシーヌートリションプリベンティングヌートリション リレーテッドディジーゼスイネウロペ 1988NRC のディザニングフード1988と食事と健康ダイエットヘルス1989であるあとはガイドラインを実行に移すだけだと考えられたが引き続きロビー活動が続くことになる1990年アメリカ人のための食生活指針参半改定委員会は 食品業界と関連の薄い人物で組織されていた。脂質30%、飽和脂肪30%と変更はなかった。食べ過ぎないという表現は、脂肪の少ないものを選ぶ、2から3サービングといった表現に変わり、抗議はなかった。1991年4月、ピラミッド型のイラストが用意され出版される直前だったが、 新しい農務省長官によって印刷が差し止められる。以降、このことがマスコミの話題の焦点になり、畜産業界の圧力だという批判が相次ぐ。1992年8月、農務省がピラミッド型のフードガイドピラミッドを発表する。1995年、アメリカ人のための食生活指針4番、飽和脂肪酸を避けること、 菜食主義者に関する文章が加わるが、抗議はなかった。肉のグループの最大量が、これまで6オンスだったものが9オンスになる。2000年、アメリカ人のための食生活指針ご飯。砂糖の摂取は、程よい量になるようにするとされている。2005年、アメリカ人のための食生活指針2005年版マイナス6番。炭水化物の半分以上は、 全粒穀物にすべきだと量が指定される。フードガイドピラミッドが年齢性別に対応したマイピラミッド変わる。砂糖業界はロビー活動によって健康のために懸命に炭水化物を選んでくださいという不親切なガイドラインを提案した。砂糖業界のロビー活動のため糖分の取りすぎを避けるという記述が撤回されるようになると ニューヨークタイムズ紙で報道されたが実現されなかった。砂糖が加えられた食品を制限するよう明記された。2010年、アメリカ人のための食生活指針2010年版、ダイエタリーガイドラインズフォーアメリカンズ2010が発表される。これは、科学的根拠の強弱の概念を採用している。2015年の食生活指針では、持続可能性。 サステナビリティの概念が導入され人間の健康と天然資源を維持するために赤肉と乳製品の消費を抑えることに言及している。また死亡の上限を撤廃した。2015年にも米国医師会雑誌で30%という勧告に意味が唱えられていた。コレステロールの目標量も撤廃された。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が新血管疾患のリスクを上げるが、 他の脂肪ではリスクを下げるため、総脂肪量で推奨するのは的を得ていなかった。コレステロールは、飽和脂肪酸が少ない食事では安全である、可能性がある。低脂肪食栄養学的な観点も参照。1988年のセルジンゼネラル、S レポート、オンヌートリションヘルスと、1995年の食生活指針の作成に関わったマリオン・ネスルは、 肉や乳脂肪や砂糖を減らすという意味は、農産業の圧力によって、乳製品を1日に2から3サービング選ぼう、砂糖の摂取が程よい量になるように選ぼうといった、表現に湾曲されてきたと報告している。肥満による医療費の高騰は、農産業の利益より、国民の健康を促進する政策の根拠となる、業界との結びつきが小さくなるまでこうした問題は、解決しないと提言している。 国民にロビー活動の影響について教育をすることが必要である。NHS や HPFS を指揮しているウォルター・ウィレットは、米国農務省は産業の影響が強いので、そういったことの関わりのない環境で食事ガイドラインを作成すべきだと指摘している。ウォルター・ウィレットは、疫学研究を反映したピラミッド型の食事ガイドを作成している。米国農務省は、 農産業に乗っ取られているという報告がある。2006年、アメリカ心臓協会は心臓病と戦うための健康的な食事と生活スタイルを勧告している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。